ホリエモンチャンネル。他の施設はなかなかない機会が特に1個ありまして、動脈硬化の慣れのはず心筋梗塞、脳梗塞、うん、まあご存知かと思うんですけど、うん、名前ぐらい、その前の未病の段階って言って、うん、あの血管内皮の状態を見て、あの10年後にあなたが心筋梗塞になる確率が何パーセントとか、うん、そのが具体的に見れて、で、その運動とかすると良くなりますよっていうのが実際、このメディカルチェックの中に入ってる項目になります。血管内皮どうやって見るんですか？もう腕を置いていただいて、はい、この超音波で見ながら測定する。どういうふうな未病の段階ってどんな感じになってるんですか？未病の段階では、まず自覚症状はまず出てこないですね。保険診療だと、病気を治すことから入っていくんですけど、その前の段階ですね。どんな状態になってるんですか？もう血管が、いわゆる動脈硬化の中のプラークって言いまして、詰まってくる、はい。の前に作ろうとしているときに、その血管が、まあ、収縮と拡張って必ずあるんですけど、うん、そこの圧格差を確認して、血管が元気かどうか。うん、でも、これで今先ほど、溜まってきて、動きにくく。で、血管が硬いっていうのは良い。開きもしないですし、収縮もできないので、うん、その前何が溜まってくるんでしたっけ？まあ、いろんな中性脂肪の塊とか、うん、いわゆる動脈硬化の元の、まあ、熟種っていうプラークですね。プラークはもうなんか石灰とか。そうです。はい、石灰化して、最後は詰まって、心筋梗塞とか脳梗塞になる。もうじゃあ結構硬いんですよね。硬いです。はい。ダイヤモンドより硬いですので。そんなに硬いんですか？硬いです。心臓血管外科の先生とか、そういう循環系なんか、ダイヤモンドのやつで切り崩していくぐらい、本当に硬い。一回ついちゃうと取れませんので。血管内皮にガチッとこうくっついてる。くっついちゃって、剥がれない。はい。剥がれない？剥がれないです。はい。剥がれた時に違うところ飛んでってますので、違う細いところ、太いところは流れてますけど、詰まって、今度は脳梗塞になったりとか、はいはいはい。はい。それをいろんなところで見てきてますね。その前に。たまに剥がれるんですよね。たまに剥がれて予測してる。それがなんか脳とかにプッて詰まっちゃうんですよね。そう、はい、そう。え、それはどうやったら、ここに来たら。ここに、はい、メディカルチェックで、必ず皆さん測定して、説明して、やりますので、このメディカルフィットネス入会していただくときに必ず、チェックさせていただいてます。もう入会するときにみんなが、ね、はい、必ずみんなやります。皆さん結構衝撃的な結果だったりします。衝撃的な結果というと、はい、まあ普段元気にやってる経営者の方とか、まあ堀さんもそうなんですけど、元気されてるような方でも意外とすごい血管内皮細胞が悪くてですね、でショック受けて帰られる方とか、これ自分は健康だと思ってたっていうのがあって、それを機にフィットネス本当に入られる方本当に多いですので。はい、それ数値が例えばちょっと悪いじゃないですか、はい、それは戻せるもんなんですか？未病の段階ですので、FMD っていうんですけど、その検査結果が悪くてもこういう取り組みをやっていただければ、年齢層の正常化って言いますけど、そこには戻すことができる。で、そのプランを皆さんに提示して、それぞれに応じてやっていくっていうのがこのメディカルフィットネスになります、はい、もしあれだったら僕の今日の結果なんですけど、実際も体験もできますけど、まあ、ちょっと最近落ちてきてるんですけど、はい、これがいわゆる血管内皮の状態 9.1%、まあ、正常範囲に入ってるんですが、うん、先ほどお話した10年後にどうなりますよというリスクがですね、まあ、ここに数値として 0.3% ありますよというのが一つあります、うん、血管内皮 NO 君肝肥より、はい、一酸化窒素です。一酸化窒素。はい。で、それを皆さん、これを元にちょっと裏面いきますが、はいはい、先ほどお話したのが、この微妙の段階では内皮機能障害ですね。血管内皮、はい、で、ここが動脈硬化に入ってきますので、ここであれば科学的、医学的に言いますが、戻すことができる。こっちからこっちは現状維持がやっとですので、それをこういったダイエットも、今、堀江さんが取り組んだダイエットもそうですし、食事とか、特に運動ですね。が大事っていうふうになります。で、なんで運動が大事かと思うと、禁煙するだけで1年でも、たかだか 1% ぐらいしか改善しないんですけど、うん、運動3ヶ月きっちりだったけど、もうその3ヶ月に2倍の効果が 2% ぐらい改善しますので、いかに運動が大事かっていうのと、あと体重もそうなんですが、4キロ落とすだけで 1% って上がるので、それをサポートしてあげれば、要は悪いくても別に、悲観するこれはすぐできるんですか？これはもう今、用意してますので、大丈夫、できます。もう一個ですね、これは比較的有名な、AGE ってですね、終末透過産物って、肌年齢とか、この体の透過年齢ですね、皮膚の表面がどのぐらい透過してるかっていうことで、まあ、糖尿病の、まあ、名前もそうなんですけど、この透過の最大の糖尿病ですが、それが今どのぐらいの状態になってるのかっていうのがすぐ、これはもう12秒でできますので、まあ、腕をポンと置くだけですので、まあ、はいはいはい、手のひらを下にしていただきまして、
はい、こう見ていただく測定始めていきます。はい、ありがとうございます。今勝手の位置お辛くないですか？はい、先にサポーター任せていただきます。血圧計みたいな感じで腕が縛られますので、はい、それが5分間ギュッと縛られます。お、はい、で最初この血管を探す操作が一番ちょっと、まあ、変な時間がかかったりすることはあるんですけど、測定は5分で終わりますので。すごいですよね、こういうの。先にジェルを乗せていきます。冷たくなります。では機械を当てていきます。今探しているのは動脈と静脈の位置取りをしてます。で今こちらが見つかったものがあるので。何探してるんですか？まあ、動脈を際にこちらセットして、それ今機械が検知していません、測定するために、まあ、血管計を測定して今、まあ、記録しているところですね。これから5分間腹圧を開始していきますので、その間首を動かしたりですとか、できるだけ離さないように安静にしてお願いします。すいません、ちょっと安静にお願いします。じゃあ始めていきます。動かずにお願いします。じゃあまた2分あるんですね。はい、計測でまた2分あります。じゃあ時間かけます。はい、お疲れ様でございました。外していきますのでお待ちください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ疲れた。ありがとうございます。そうか、5分間縛られっぱなしなんですよね。そうそうそう、結構ね、うんうん、もう血が全然巡らなくなってるところにグワーンくるから、うんうん、すごいよ。結構、うん、僕もいろいろやると痛い、なかなか、なかなかでした。あ、そうか、はい、結構ハードなケースなんですね。シラちゃんに絶対やってほしいな。ぜひやりたいんですけど、はい、まずは堀江さんの結果を、はい、見ましょう。ましょう。皮膚の方の、はい、ですね、10日年齢、10日の方です、ね、うん、数値で 1.3 と言いまして、はい、今堀江さんが48歳なんですけども、はい、今19歳相当の数値で、皮膚年齢がすごい若い。若い、はい、ありがとうございました。10日はもう進んでないっていう。まだお酒飲めないじゃないですか、はい、19歳、はい、すごい。 FMD は良くないですね、はい、血管内皮障害はやっぱり今までのいろんなことが積み重なった結果として出てくるので、はい、数値としては 3.6 ということで、はい、正常4以上、はい、とか本当は7以上ないと正常ないんですが、やっぱりこの血管内皮障害があるっていう診断になりますので、はい、やばい、堀江さん、やばいです、ね、やばいよ。結構進んでしまう結果になってしまいます。今から対策しないとやばいよ、堀江さん。やばいですね。クライオセラピーで一時的に良くなるのももちろんそうなんですが、やっぱり食事、運動、まあ基本なんですけど。結構してるんですけどね。やっぱり食事とか、やっぱり忙しければ忙しいほどケアっていうのは、そういう医療職に完全に任せていただいた方が、よりケアがしやすいというのは一つありますし、今の生活で10年後どうなってるか。30% 以上この心筋梗塞の脳がなる確率が高いっていうふうになりますので、危ない、まあ、今すぐにでもいろんな取り組みにもらった方がいいかな。でもこういうふうには出たことないですからね、なかなかない機会なので、これはぜひ受けてもらった方がいい。先生よかったですよね。僕よかったです。一応正常値に入ってますので、ね、はい、堀江さんでも気づけてよかったですね。そうかもね、うん、はい、ちょっと5分間大変だったけど、ね、はい、でも気づけてよかったですよ。表面はいいんですけど、やっぱ血管の中がやっぱり障害されてて、それが進むともう戻りませんので、堀江さん今やらないと、はい、まあと言ってもね、大体、うん、やってるんですけどね。そうか。まあ、そういう見直すきっかけにしていただいて、もしあれでしたらご相談乗りますので、ね、はい、これが正しいかどうかも含めて。ほぼやってますけどね。そうですね。いや、でもちょっと危ないからご相談ね、乗ってもらいましょうよ。そうですね。はい。はい、ということで、皆さんもこれ、特殊な機械ですけど、はい、皆さんもこれね、来たら、測って、そこから入ります。はい。そうですよね。それを定期的に時系列並べて、良くなってる、もしくは悪くなってるのも評価の一つになりますので、メディカルチェックをチェックしていきます。この、あれだ、はい、血管のこう収縮度合いだね。はい。あと、開き具合、収縮拡張を見てますので。硬くなってるということですね。はい、硬いですね。
そこを見ながら皆さんに、いわゆる健康診断では分かる前、採血分かる前がもう見えますので、うん、よりこれを、逆にこれと、そういう内容、何ですかね、時系列を見ながら取り組んでいただければ、より健康に採血もみんな良くなっていくっていうのが見えるので、これ、まずこれを良くしてもらえれば、また次をやる。やるって、何ヶ月後にチェックするっていうのが、絶対大事なポイントになります。それをまあ、ここはできるので。でかいですよね、ちょっと堀江さん、この数値下げたいですよ。これはもう本当に皆さんにおすすめで、僕はもうこれ絶対入れたいと思って入れた機械で、もう、これ意外と皆さん体健康だって自負される方ほど悪い方が多く、多いので、これは何で知ったんですか？いろんな動脈硬化の慣れの派で、僕はもともと腎臓内科なので、そういう透析とかの患者さん見てるんですね。で、そこをやっぱり作りたくないと思ったので、まあ、患者さん、まあやっぱり努力されてる方がやっぱ多くんですけど、50% ぐらいやっぱ患者さん、いろんな家の生活とか食事ありますよね。運動がやっぱり不摂生だったりします。ただやっぱり医者の努力も僕足りないんじゃないかなと思ってたんですよ。なるほど。その両方が合わないと、絶対血液透析の患者さんとか減らないと思って、はいはいはい、医療費がやっぱり 4% ぐらい、その血液透析の患者さん30万人使われてる現状があるので、ここなんとかしたいっていうのが、まあ、うちも僕もそうですし、相川も思ってまして、それやっぱ提供できるのは、やっぱ数値で見せないと、みんな納得できないんじゃないかっていうので、で、ここ、機会はやっぱりその段階が見える。先ほど堀さん、本当まさしくおっしゃられたんですけど、自分はやってるのに悪いっていうのは、何かが良くないっていうのがあるので、そこに気づいてもらいたいっていうのが、やっぱこういった検査とか、やっぱ保険ではこれ通りませんので、こういうのはしっかりメディカルチェックでやっていって、経営者がやっぱ倒れるとですね、従業員困るんで、やっぱそういったのを絶対作りたくないっていうのが、やっぱこのメディカルフィットネスのメディカルチェックになりますので、これは数値化で見えるのはいいですね。はい、これを見ながらできれば、より、皆さんが元気になって、従業員の方とか、それついてる家族の方とかが、まあ、幸せになるんじゃないかなと、思います。30% 以上って結構嫌ですね。嫌ですよ。結構皆さん凹まれますので、現実見ると。ああ、そうなんマジか、みたいな。ちょっと対策していきましょう、もっとね、はい。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんもこれ測れる特殊な機械があったり、我々がね、体験した、こちらもございますので、ぜひぜひ皆さんですね、湘南メディカルフィットネス、来ていただけたらと思います。六本木駅もね、直結で、めちゃめちゃ来やすい場所にありますので、ぜひぜひ皆さん調べて、自分の健康状態、まずはチェックしてもらって、で、その後、健康な体にね、はい、なっていただけたらと思います。はい。それでは本日は以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、もう、まずは来てください。なるほど。わかりました。はい。まずは皆さん来ましょう。はい。それでは本日は以上です。ありがとうございました。これは恐ろしいな。さあ、測定していきます。はい、ありがとうございます。結果 1.8 になります。ありがとうございます。大丈夫、後で説明します。次に、ジェルから乗せていきます。冷たくなります。はい、当てていきます。これから5分間の血を回収していきます。はい、左手上げてください。はい。解放後の検査が終わるまで、しばらくの間、手や首などを動かさないで、安静にしてください。おお、本当だ。お疲れ様でございました。ほら、この肩。締め付けたからほら。では結果の説明に入ります。はい、検査お疲れ様でした。はい、まずですね、皮膚の最終透過産物の AG の検査ですね。まあ、女性に年齢のこと言うのは本当に失礼なんですけど、一応31歳という年齢に対して 1.8 ということで、40歳相当っていうふうになるので、まあ、ここはやっぱり炭水化物が吸い付いて、糖分ですね、はい、の取りすぎとか、抗酸化生活っていうのをやっぱり取り組んでいただいて、はい、こういった茶色い食べ物とか、やっぱりスイーツですね、はい、を控えてもらうっていうのが大事なのと、逆に全く含まれてないのはお刺身ってよく言われてますので、はい、こういったのとか、あとは緑黄色野菜、あと果物とかをですね、要は食後の高血糖を作らないのが一番大事なので、はい、適宜運動も入れて、はい、先ほど堀江さんもおっしゃられたように筋力をつけて、ちょっと頑張っていただければというような結果でした。完全にアルコールです。はい。はい、であともう一個ですね、やっぱり保険のショックを受けた血管内皮の障害ですね、うん、検査の省略は
概要は先ほどお話しした通りです、はい、結果として一応 8.3 ということで今 の33年齢に対して一応正常な数値が出てます。で10年後の先ほどあの心筋梗塞脳梗塞の確率ですね、まあ、10歳いっても41歳なのでまだお元気だと思うんですけど、それでもやっぱり 0.3%、まあ、僕もそうなんですがありますので、はい、これより逆に下にはならないので、はい、あの今のまずはアルコールと、はい、筋肉をつけていただいて、ただ血管内皮は元気なのですぐ頑張れると思いますので、はい、あのまだこれを参考にしていってください。はい、ありがとうございます。はい、血管なんかご質問とか何かありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？もうなんか糖質控えようって思いました。はい、運動します。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いや40歳だってはい、私ニコニコ動画でブロンマーガチャンネルっていうのやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブロンマーガチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。 No, no, no telephone.